どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。いや頑張っていきたいんですけれども、体調管理めんどくせー。どうしたんですか？いや会社で上司に体調管理はしっかりしろよって言われるんですけど、体調管理自分でするのめんどくさいから外注しちゃおうかなって思いまして。体調管理は自分でやってくださいよ。それはいやでもちょっとシミュレーションしてきたんで見てもらってもいいですか？あーそうなんですか。うん、じゃあなんか考えてきたのはちょっと見せてくださいよ。あーなんか頭ガンガンする。しかもめっちゃ暑い。あーやばい、クラクラする。あーすいませんすいません。あどうかしましたか？すいません、なんか頭がズチズチして、しかも暑くてぼーっとするんです。あそうですか。でちょっと脇の下、はい失礼しますね。これ体温計挟みます。ピピピピピピピ、うーん 39.2 度、これは熱がありますね。横になってください。あ、そうか、俺熱があったのか。横になろう。あ、何これめっちゃ気持ちいい。すいません、ありがとうございました。いえいえ、めっそうもございません。それでは体調管理代50万円いただきます。毎度あり。いや体調管理代高くない？大丈夫それ50万円って。あ、やべ腕痛い。さっき車にぶつかられた時から腕がどんどん膨らんでってる。なんだこれマジでやべえよ。すいませんすいません。あどうかしましたか？あすいません、あのさっき車にぶつかられてから右腕がパンパンに腫れちゃってめっちゃ痛いんです。それは骨折してますね。整形外科行ってください。あこれ骨折してたんか。あーよかった。管理してもらわなかったら絶対気づけなかった。ありがとうございます。いえいえ、めっそうもございません。それでは体調管理代75万円いただきます。毎度あり。いやだから体調管理代高すぎるだろ。骨折ぐらい自分で気づけるだろって。あーなんだこのお風呂めちゃめちゃ熱い。あっちすいませんすいません。あはい、どうかしましたか？すいません、このお風呂めっちゃ熱いんですけど。あーじゃあちょっと測りますね。このお風呼43度あるな。確かにちょっと厚めですね。熱いよ熱いよ。44度、45度、46度、やばいです。そろそろ出てください。やけどしますよ。47度、48度、早く出てください。やばい、熱い熱い。バッチャン50度。ギリギリでしたね。もう少しでやけどするとこでしたよ。あぶねー。あ体真っ赤だけどなんとかやけどせずに済んだ。ありがとうございます。めっそうもございません。それでは体調管理代175万円いただきます。毎度あり。いやお前はゆでガエルかて。そんで体調管理代もついに100万超えちゃったから、もう体調管理は自分自身でやりなさいよ。わかりましたよ。もう体調管理を人に任せるのは諦めます。わかってくれましたか？はい、今度からは体調管理 AI にやってもらいます。いやそれもやめておけ。もうええわ。どうも明日。